リガ、または、リーガは、ラトビア共和国の首都で、同国最大の人口を要する都市。人口は69万9203人。バルト海の真珠と称えられる、美しい港町で、その旧市街は、ユネスコの世界遺産に登録されている。漢字表記は、はじむか。世界遺産に登録されている、旧市街、リガ歴史地区は、 約300棟のアールヌーボー町の建築物の宝庫として著名である。新市街は館長やオフィスが集まる。郊外にはラトビア民族博物館があり、野外博物館も兼ねている。また、保養地として知られる海岸、ユールマーラも西方にある。人口約70万人のリガ市は、ラトビア国内は元より、バルト三国最大の都市でもある。 市内で最も高い建築物は、リガラジオテレビタワーである。旧市街の中心地リガの記録は2世紀の時点で見られる。長らく、バリアグによる東ローマ帝国への交易ルートとして、ダウガバ川は古来より利用されており、川口から15キロに広がるリガは天然の良好であった。リガという名称も、リボニア語の縁という意味から由来するとされる。 12世紀までには、公益だけでなく、漁業や畜産の拠点となり、ドイツ人商人の入植も12世紀半ばから、盛んになる。教皇インノケンティウス3世の命を受けた死闘会のアルベルトが、1200年に、北方十字軍を組織して、リボニアに侵攻し、23隻の軍艦と1500人の十字軍美容で、リガを制圧して、リーブ人の服属と改修を行った。 1202年にアルベルトがリボニア大剣騎士団を創立して以降、リガはバルト海とロシアの中継貿易拠点として重きをなす。1282年にはハンザ同盟に加盟し、経済発展の地方を固めるが、同時にリガの繁栄は侵略者を招くこととなる。1522年にはプロテスタントを受容 1561年のドイツ騎士団の解散で、それ以後の20年間は帝国自由都市となる。1581年からは、ポーランドリトアニア共和国の支配を、1621年からは、グスタフ2世、アドルフのスウェーデン王国の支配を受ける。リガは、スウェーデン王国最大の都市であった。18世紀に大北方戦争が起こると、 ロシアのピョートル一世がリガに侵攻し、スウェーデン時代は終焉を迎える。ニスタット条約でリガはロシアに割上され、第一次世界大戦までロシア領としてその重要な交易拠点とされた。20世紀までロシアでモスクワやサンクトペテルブルクに次ぐ第三の都市はリガであったが支配者の変遷に関わらず、リガの住民の多くはバルトドイツ人であった。 そうした中で19世紀後半にはラトビアの民族主義が覚醒する。1918年にはラトビアはブレストリトフスク条約でドイツに割上されるも第一次世界大戦の終結でラトビアは独立を宣言した。第二次世界大戦までの数年間はリガが外交、文化的に英国に接近した時代だった。第二次世界大戦が始まるとリガはまず ソ連に、そして、ナチスドイツの軍事占領を経験する。大戦中、バルトドイツ人は、ドイツ本国に脱出し、リガゲットにいたユダヤ人は銃殺されるか、カイザーバルト強制収容所送りとなった。1945年に、ソ連の赤軍が再度リガに軍事侵攻し、ラトビア人を大量に処刑したり、シベリアを送りにしたことから、 死の人口は3分の1にまで激減することになった。その代わりに、ソ連政府は、ロシア人をリガに、集団移住させ、リガ市の民族構成は一変してしまうが、1991年には、ラトビアは、独立を回復し、リガも首都に帰り咲いた。リガの人口は69万6618人で、あり、バルト三国で最大である。しかし、 独立を回復した1991年以降は減少に転じている。これは低い出生率とロシア系住民の流出や EU 加盟後の他の EU 諸国への移住が原因で、このままだと2050年には現在の半分にまで減少するという調査結果もある。住民の民族構成はラトビア全体と比べるとラトビア人の割合が少なくロシア人の割合が高い。 独立回復時には、ソ連時代にラトビアに移住してきた者、及びその子孫で独立回復以前に出生した者には、ラトビアの市民権は自動的に付与されなかった。そのため、2013年の調査によると、リガ市民の21.9%が無国籍者となっている。これは、リガの人口低下の一因でもある。2008年の調査では、リガのロシア人の比率は、 1989年には47.3%であったが2010年には40.7%に減少し2006年にリガ市においてはラトビア人の数がロシア人を上回ったこのようにロシア人が多いためにロシア語が広範囲に使われているが公用語はラトビア語のみであり街中でのロシア語の広告や看板は規制されており あまり見ることができないことから、ロシア語圏の都市という印象は小さい。リガ旅客駅市内交通は、リガ交通局ライイグスサチックスムによって運営され、トラム、トロリーバス、市内バス、ミニバスなどがある。リガ旧市街は、南園にリーガ駅と中央市場、西園がダウガバ川と加工、そして東側が新市街である。 ドイツよりもドイツらしいと言われるような中世、ドイツらしさが残るのは、ドイツ人によって都市の基礎が形作られたという歴史ゆえであろう。旧市街は中世ドイツの商業都市の特徴が多く、見られ、とりわけハンザ同盟時代の街並みがよく残されている。世界遺産に登録されたのも、ロマネスク、ゴシック、バロックなどの建築様式が混在する、歴史的学術的価値の高さによる。 ソ連支配の時代、旧市街の開発は不活発であり、これが街並み保存に寄与したと見ることもできる。バルトのパリと呼ばれる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。あるたたばか編、リガン,ンラインありがとうございます。